モチェ遺跡の前景。奥に見えるのが、ワカデルソルワカデラルナの復元創造図、ラルコーイレによるアブミ型中高度期の極分変年。モチェ文化は、ペルー北海岸に注ぐモチェ川から名称を取られた、紀元前後から AD700 頃まで繁栄したインカに、先行するプレインカと呼ばれる高度な文化の一つである。モチイカと呼ばれることも多いが、研究者の間では、 スペイン人到着時に北海岸の住民が話していた言葉細工などの素晴らしい服装品で知られる。モチェ文化が繁栄したのはモチェ川のほかその北方を流れるラレチェ川流域から南は中部海岸のワルメー川流域までの 500km の範囲に及んで一つか二つの谷にまたがるいくつかの国家の形態を成していたと考えられている。モチェの人々は 灌漑農業を行っていて、数キロメートルにわたる運河が建設されることも珍しくなく、ラクンブレの運河と呼ばれるものは、110キロメートル以上にも達した。また数百立方メートルにも及ぶ貯水槽なども作られた。栽培された植物は、トウモロコシ、豆、ピーナッツ、ジャガイモ及び中尿、唐辛子、タピオカの甘い種類、ヒョウタン、キュウリなどであり、多くは、 土器にもかたどられている。また、トウモロコシから作られる地茶種も作られていた。漁業、狩猟、採集、交易も行われ、狩猟の様子は河原家にも描かれた。家畜のモルモットやアヒルが食糧だったこと、足舟で漁を行ったことなどが知られている。モチェの変年は、哀気から、イ域に分けられ、ラファエル・ラルコー入れによるアブミ型中高土器の形態によって知られてきた。 その絶対年代については、定説はない。しかし、島田泉は、I 期は、期限前後から AD200 頃、2期は AD、AD200AD300 頃、3期は AD、AD300AD450 頃、4期は AD、AD450AD550 AD 頃、V 期は AD、AD550AD700 頃に置いている。持ちへの支配体制については、旧来は、 モチェ側の生態が南北に勢力を徐々に伸ばして統一的に広がっていくと考えられていたが、最近はランバイエケ川流域のシパン、ヘケテペケ川流域のラミナなどの発掘調査が進んで、アイキスリーキの遺跡が調査されることによっても、チェゾーが変わってきた。最近は、島田泉による説とマイケル・モーズリーによる説が有力である。島田説は、 バイキから持チェ側の生態は太陽の和歌、ガツの赤と呼ばれる神殿ピラミッドの建設がアドベで建設され始めた。一方で北側に位置するランバイエケ川上流の生態が台頭しつつあった。両者は共通の観念や工芸技術を持ち共存する形で発展をし続けた。スリーキになると持チェ側の生態は南側にある。 各各国の生態を従え、乱イ家家の生態は、下流域まで勢力を伸ばす。放棄になると、持ち側の生態は、乱イ家家の生態を従えた。これについては、土器や建造物に、北側の生態に見られた特徴が消失し、新しい建物が建てられていることを証拠として挙げる。モーズリー説は、南側は、持ち側の生態による、直接支配で、 ランバイエ家は間接的に支配されたと考える説である。なお、モチェブイキになると太陽の和歌とガツの和歌は放棄されてしまい、より上流に区画された幾何学的な構造を持つ都市遺跡であるガリンドが建設された。また、ランバイエ家でもよく似た構造を持つパンパグランでの都市が建設される。ただし、パンパグランには ワカフォルタレサという高さ55メートルに及ぶピラミッドが建設された。この変化については、幾何学的な区画構造を持つ都市遺跡で知られるアリの新入説が1960年代に唱えられていたが、現在は6世紀後半の気候変動による乾燥化であろうと考えられている。またもチェブ域には、写実的な小形土器は作られず、 奇面全体を複雑な儀式や宗教的なシンボルの繰り返しのようなモノトーンが図像で埋め尽くすような土器が作られた。モチェの滅亡は、割の侵略などではなく、テオティワカンや古典キのマヤがそうであったと考えられているように内部の反乱などによって自戒していったと推定する研究者もいる。オハイオ州立大学の地質学者、ロニー・トンプソンは、 1980年代にアンデス山脈で採掘したアイスコアと呼ばれる氷の層を調べることで歴史上においてもエルニーニョという異常気象が起こった時期がわかることを発見した。エルニーニョが引き起こす異常気象は歴史上の文明の水棒とも関係づけられるとされる。モチェ文化の滅亡前にも最大級のエルニーニョ現象があったことがわかり関連が指摘されている。 主張性なのか君主性なのか厳密な定義が難しいので研究者間ではしばしば生態と呼ばれる。その地域の統一的な国家ではなく宗教イデオロギーや宗教芸術を共有したと考えられる。ただし、モチェ4期の600年頃統一的な国家が成立したと考える研究者もいる。増田義郎先スペイン期の南アメリカ26ページ。 ありがとうございます。